ジョルジー・ゴロマンは、ハンガリーのケルメランド出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、パワーフォワード、センター。211センチメートル、102キログラム。背番号14。高校時代から、アンダー世代のハンガリー代表の中心選手として、活躍しており、2年時の2012から13シーズンは、ハンガリーのプロバスケチームの BC ケルメンドでプレーして、オール。 ハンガリアンリーグサードチームとハンガリアンリーグベスというマイナス18プレイヤーに選出された。高校3年からアメリカに移住して、フロリダの政治マントスクールで、ヘッドコーチのアダンロスの指導の下、2013から14シーズンをプレーした。大学は UCLA に進学し、1年次から35試合に出場し、1試合平均10.8分の出場で、 平均1.3得点を記録した。2年時には右膝の疲労骨折の影響、またセンターポジションには後に NBA 入りするトーマスウェルシュが同期であったこともあり、15試合の出場で1試合平均12.1分の出場で平均2.0得点に止まった。3年時には後に NBA に指名されるロンザ・ボールと TJ ・リーフが入団した。特に TJ リーフはゴロマンと同じパワーフォワードのポジションで入団直後からレギュラーポジションを確保したためゴロマンはプレー時間を伸ばせず三十五試合に出場したが一試合は平均十一点五分の出場で平均三点七得点を記録した四年時には TJ リーフが NBA へのアー RE エントリーを選択したこともありチームのレギュラーポジションを確保し三十三試合の 出場で33試合の先発。1試合平均24.4分の出場で7.1得点、4.2リバウンドを記録した。2018年の NBA ドラフトでは指名外となり、同年の NBA サマーリーグでは、ロサンゼルスレイカーズと契約してプレーした。しかし契約までは至らず10月10日に契約解除となった。D リーグのウストチェスターニックスのトレーニングキャンプに、 参加した上で、同チームと契約し、2018から19シーズンは50試合の、出場で1試合平均13.0分の出場、平均4.62得点を記録した。2019年8月24日には、日本の B リーグ横浜 B、コルセアーズと契約した。横浜での初出場は2019年10月6日の、レバンガ北海道戦で、 36分間の出場で21得点、13、リバウンドのダブルダブルを記録した。12月5日には、より、チームコンセプトに適した選手を新たに獲得するため、との理由で、チームからの契約解除が発表された。2020年1月3日には、日本の B2 リーグ山形バイバンズと契約した。2013年の FIBAU18 ヨーロピアン。 チャンピオンシップディビジョン B に選出され、8試合に出場、1試合平均32分間出場し、平均15.0得点を記録した。フル代表デビューは2017年のヨーロピアンワールドカップクオリファイアーで2試合に出場、1試合平均24分間出場し、平均6.0得点を記録した。ありがとうございます。